皆さんこんにちは。日本一の金運寺、日本一宝くじが当たる吉蔵君の重複寿司第56世住職を務めております今井長州です。本日もよろしくお願いいたします。本日は11月の金運アップの決め手をお伝えいたします。11月金運アップの決め手は貯金です。貯金です。お金を貯めることです。貯金というと貯金はいいや、それよりも一攫千金、臨時収入があった方がいいな、宝くじ当たった方がいいな、そのようにおっしゃる方がいらっしゃいます。申し上げておきます。貯金がない方が一攫千金することはありません。宝くじが当たることもありません。なぜならばお金というのはお金があるところに集まってくる、これがお金の法則です。つまりお金があるところにお金が集まってくるんですから、今お金がない人のもとにはお金はやってこないということです。いつまでもお金がない貧乏だということです。でも諦める必要はありません。簡単です。貯金を始めればいいんです。別に最初から1億円の貯金、そんなことは言ってません。おすすめなのは3日に1度の500円玉貯金です。3日に1度の500円玉だったらタバコをちょっと控える、お酒を我慢する、ね、普段買っているお菓子をちょっと今日はやめてみる、それだけで500円は貯まります。捻出できます。それだけ我々は無駄遣いをしているということです。それも少ない金額で無駄遣いをしているから自分自身があまり気がつかないんですね。何気なくちょこちょこと無駄遣いをしているので自分では気がつかないんですけども、トータルで見てみると結構な金額になっております。それをちょっと我慢するだけで、ちょっとですよ、ちょっと我慢するだけで3日に1度の500円玉は捻出できます。その3日に1度の500円玉を貯めていくんです。おすすめなのが吉蔵君のお金持ちになる貯金箱です。吉蔵君の見栄ご神体が描かれております。大金持ちタイプと宝船タイプ、2種類がございます。まずこの貯金箱、吉蔵君のご利益、金運増大パワーによって貯金がどんどん貯まるようになります。でさらに上にこの上の面が真っ白なんですね。なぜか印刷代をけちったわけではありません。ここに皆様方の願い事、夢、目標を油性マジックで書いていただくんです。頭に描いてるだけではダメなんです。実現できません。文字に表すんです。この貯金箱の上に自分の夢、目標を油性マジックでしっかりはっきり書くことによって貯金パワーというのは増大いたします。さらに側面にここに写真を貼ってくださいというスペースがあります。ここには皆様方が夢を、目標を、願いを実現させた時のイメージできる写真、イラストを貼ってください。イメージできるものでいいんですよ。実際にはまだ達成してないわけですから直接の写真は撮れません。その自分の夢、目標、
念願をイメージできる写真、イラストを貼っていただくんです。これを貼っていただくことでさらにさらに貯金パワー倍増していきます。ちょうど10万円が貯まるようになっております。この10万円が種銭となるんです。お金を呼ぶ種銭となるんです。先ほど申し上げました、お金がお金を呼ぶんです。このベースとなる種銭となる10万円があるからこそ、どん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 お金が寄ってくるようになります。そして10万円貯まったら、今度は通帳を作って貯金をしてください。もちろん今もうすでに貯金を持っているという方は、ぜひこの吉蔵くんの念願達成通帳入れお求めください。この通帳入れに通帳を入れてください。ご自身の通帳を、今私は3枚入れてるんですけども、まだまだ入りますね。通帳を入れていただくだけで、今ある通帳を入れていただくだけで貯金が増えていくんです。なぜならば吉蔵くんの絶大な金運増大パワーをいただけるからです。今すでに通帳をお持ちの方はぜひ通帳入れ、念願達成の通帳入れ活用してください。ご利益をいただいてください。同時に今から貯金を始める方、まずは貯金箱10万円貯めて、その10万円を通帳に入れて、通帳入れに入れてください。どん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 貯金が増えていきます。貯金がないところにお金はやってきません。お金があるからこそどんどんお金が呼び寄せられるんです。幸せなお金持ちになっていただくためにも、もちろん吉蔵君とご縁を持つということは、皆様幸せなお金持ちになりたいから吉蔵君とご縁を結んでいるんだと思います。だからこそ貯金を今から始めるんです。今すぐ始めるんです。特に来年2023年2月4日からは大きな大きな分かれ道の年が始まります。何が分かれるの？お金持ちと貧乏人、これが真っ二つに分かれていく始まりの年が2023年2月4日から始まります。あなたはお金持ちと貧乏人、どちらになりたいですか？もちろん幸せなお金持ちになっていただきたいです。そのためにも今から今すぐ貯金を始めてください。なぜならば今年は36年に一度の豪雨の寅年です。36年に一度しかやってこない金運増大の最強大金運の年です。この最強大金運パワーをいただかなかったらもったいないです。ぜひ今年中に貯金を始めて幸せなお金持ちになりましょう。実際長福寿寺にお参りに来られる方は、現在貯金が1億5000万円貯まりました、こういうお話頂戴しております。また斉藤さんよくいらっしゃるんですけども、斉藤さんもおかげさまで貯金が1億円貯まりました、このようにご報告をいただいております。Tファミリーさん、
全員資産1億円達成しました。これもすごいですね。全員というのがご家族全員なのか、お友達が T ファミリーなのか、ちょっとその辺わからないんですけれども、皆さんそれぞれが1億円貯まるようになりました。そのようにご報告をいただいております。また5年間で1億1000万円貯金ができました。こういうお知らせもいただいております。貯め始めれば決して1億円というのは難しい話ではありません。大切なことは始めることです。始めなければ何も変わりません。お金持ちに、幸せなお金持ちになることもありません。ぜひ今すぐこの11月から貯金を始めて、幸せなお金持ちとなっていただきたいと思います。本日は11月の金運アップの秘訣についてお伝えをさせていただきました。また11月7日と13日には貯金パワー増大祈願祭もございます。ぜひ貯金パワーを増大させるために、特に貯金が苦手だという方は吉蔵君の前にお集まりください。そして一緒に心を込めてお祈りをして、貯金パワー増大させましょう。本日は誠にありがとうございました。